竹久夢二、子供のスケッチ帳より、動物園にて。ヒョウ、太郎くんがヒョウに向かって聞きました。お前は虎のいとこなのかい？ええ、まあそんなもんです。これでも昔は兄弟だったんですがね、加藤清正公が征伐にいらした時、私の先祖が道案内をしたので、そのお礼に清正公の紋所をこうして体へつけてくだすって、代々まあこうして宝物にしているようなわけですよ。なるほど、そうかね。道理で清正の紋と同じだと思ったよ。